で始めるのは久しぶりですね。長い動画しばらくサボってしまって申し訳ございません。今日はゆっくりしてってください。でね、今日はね、ちょっといるおうちクリスマスを楽しもうということで、見てこれ超クリスマス、いやこんな感じにね、長い動画で久しぶりにね、記録を残そうかなということで、準備してみました。もう見てこれ、いろいろあるでしょ。これで、ね、サンタさんからの贈り物、私がね、今日の私がささっと準備できるようにね、もう準備してくれてたみたいですよ。うんうん、ありがたいね。ではちょっと紹介していきます。まずはこれ、手羽元を醤油とかケチャップで漬けたやつ。あとはこれだね、玉ねぎスープ。そんでもってこっちが昨日届いたオイシックス。もうほんと助かる、いいタイミングだった。なんかね、サラダどうしようかなって思ってたから、いやよかったね、なんかもう助かるわ。もう取り忘れたんだけどね。で、彼の方はなんか準備中です。じゃがいもで何作るんだろうね、とっても楽しみ。じゃあこれたちで今日も頑張って作っていきます。それでですね、本日はなんとスペシャルゲストにお越しいただいております。フードカメラマンのサイダーさんです。どうもサイダーです。はじめまして、自己紹介しちゃっていいですか。はい、よろしくお願いします。はい、もともとフランス料理をやっていて、去年からカメラマンに転向しました、サイダーです。で、普段は料理やお菓子とかの写真を個人さんや企業さんからお仕事いただいて撮影をしているものです。おー、かっこいいなんでこの2人がっていうね、感じだと思うんですけれども、私のツイッター、見られてる方、ちょっと記憶ちょっと巡らせて、9月、暑い9月の時ちょっと思い出してもらっていいですかね。9月頃に実はサイダーさんが写真のプレゼントキャンペーンというのを、やっていて、私もね、こう応募したんですよ。こう、あ、サイダーさんに何写真撮ってもらえるのってんで応募したんですけれども、なんと、私じゃなくて、シローファミリーのナナナさんが当選されましてですね、うおー、何でも撮影しますねっていうのを当選されてですね、おめでとうございます。で、ナナナさんが当選されたんですけれども、なんとナナナさんのそのご要望っていうものが、シロの写真を撮ってほしいっていう。ほんと、とってもありがたい。ナナナさん、ありがとう。見てる、こんな感じでできてるよ。うわー、すごい楽しいよ、イエーイ伝わってるといいな。そんなわけで、本日はね、こんな感じでおうちクリスマスを楽しんでる様子をね、サイダーさんにこっちのかっこいいカメラでバシバシと、撮っていただくことになりました。よろしくお願いします。カメラマンさんにね、やっぱこうやってなんか料理してるところを撮っていただくっていうのは、私初めてはね、ちょっと緊張しますが、いつも通り楽しくやっていきます。では頑張るぞー。おー、さあ早速作っていきましょう。まずはですね、デザートの準備、彼がいろいろやってくれてるので、私はじめちょっとデザートの準備しちゃいました。時間かかりそうだったので。で、これはまず生クリーム泡立ててます。すんごい泡立ってね、もうなんか楽しかったすごい跳ねました。で、こっちはリンゴだね。今日はリンゴをこうバターと炒めて、でこうなんかいい感じにしっとりさせたところに生クリームをね、乗せようっていう、そんなデザートにします。で、サイダーさんから教わってですね、こう白ワイン、本当は水でやろうかなと思ったんだけど、白ワインでやると美味しいよって教えていただいたんで、白ワインでこうね、いい香りになるまでね、こう煮詰めて、で、そして砂糖かけて、冷ましておきます。で、こちらはお肉、手羽元は漬けたやつ、これにパプリカとか入れて魚焼きグリルで焼いちゃいます。グリル大活躍で、そしてパスタですね。こっちはバジルソースを昨日作っておいたので、バジルソースと和えようかなっていう風に思います。あー、じゃがいもくんがいい感じになってますね。お、こっちもいい感じ上手に焼けてる。ちょっと焦げたけど、まあこれが私の料理だね
で、そしたらバジルソースをよいしょと入れて、これいい香りでしたね、ほんと。で、なんかベーコンとかそういう系、動物系を入れてないから旨味がね、足りないのかもっていうことで、サイダーさんに教わってね、コンソメも加えました。動画にはないんですけれども。そして、カメラ、彼にバトンタッチして、だいぶ高いねバトンタッチして、飾り付けのところをね、ちょっと撮影してもらいました。柚子を乗せて、そして生ハムも乗せちゃいます。こっちは本当はね、オイシックスの方なんですけれども、こんな風にパスタに使いました。で、そして昨日の私が作った玉ねぎスープやって、うわー、サイダーさんが綺麗に飾り付けをしてくれましたすごい。さて、サイダーさんが撮影してくれてます。どんな風に撮れたかな美味しそう。これ本当私が作ったやつってぐらいね、びっくりした。もう本当美味しそうに撮ってもらいました。はい、お願いします。じゃあこれ全体を撮るのって結構難しいので、うん、まあ、スマホで撮るにはいいんですけど、カメラで撮るときはなんか見せたいもの1個決めて、例えばこの中で主役で言ったら今日の例えばチキン、これをじゃあ見せるように撮りましょう。はい。で、今レンズ、これズームレンズ使ってるんで、はい、ちょっともうちょっとズームしましょうか。このぐらい。で、今度はちょっと移動します。はい。この中心にチキンが来るような感じ。おお。で、これは、ちょっと。あ、これで何？中心を選べるんだ。はい。で、こんな感じで、今、この画面の奥側から、はい、窓の光が入ってきてるような感じなので、はい、で、ちょっとだけ、もうちょっと全体を映す。周りが見切れるような感じで、パーティー感があるような感じで。で、今ここら辺の右側か、左上がちょっと空いてるので、はい、ちょっと物の配置を調節します。おー、ツリー君、うん、いいですね。で、ちょっとこれをずらして、あとは、もし余裕がある人は、これこういうので前ボケ作ったりとかして、前ボケ、手前にツリーがある感じで、で、これでシャッターを押してみます。ブラーあとは、はい、ちょっとシャッタースピードもちょっとする。じゃあこれでちょっと、はい、同じ感じで。じゃあ今度は、はい、真上から撮れます。あ、はい、え、はい、いける、いけそうですか。そんな感じで、で、それでシャッター切ってみてください。はい、撮れました。え、見て、まあ、今みたいな感じで、うん、カメラの使い方から、本当にカメラの基礎的な知識から、まあ、写真の撮り方とかまで、もう僕は個人的に教室開いたりとかやってるんで、もし興味あればぜひやります。写真こんだけ上手に撮れたら楽しいだろうな。じゃあ食べましょうか。食べましょう。ということで完成し、そしてカメラのお勉強も終わったってところで、食べたいと思いますよ。飾り付けなんてやったことなかったけどそしてですね、サイダーさん元料理人ということで、いろんな料理のアドバイスもいただきながらやっていただいて、あ、こちらにいます、こちらにいます。ちょっと画角の問題であれなんですけど、あ、こんな感じがいいかな。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。実際どうですか、なんか私の動画とかなんか見てくれてたって。めっちゃ見てます。あ、YouTube ショートとかをよく見て。 ありがとうございます。じゃあショートとか見てくださってたってことで、ショート見てて、で、実際に私が料理してるのを見て、どんな感想を抱きました。ハラハラしましたねもうこれはハラハラの展開、手に汗握るうっ、あ、切りそう指大丈夫か、おい、やけどせんかクリームめっちゃ生えとるけど大丈夫かって。ねえ、やっぱりね、もうショート動画見てるのと同じですね。でも本当に、でも楽しそうに作るんですよね。ありがとうございます。ご夫婦でもう仲良く、気合い合いとして。ありがとうございます。なんか普段からこうしてなんかご夫婦で作られることも多いって聞いたんですけど、はい、羨ましいなって思いました。いえいえ、本当、今日はありがとうございました。こちらこそ。はい、では、たっぷり。今日はいただいていってください。ありがとうございます。みんなで一緒にいただきます。
メリークリスマス。じゃあメリークリスマス、ありがとうございます本当に今日は。よいしょ。楽しかった。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。いやもうほんと楽しかった、もう楽しかった。なんかねこの楽しさをねみんなにねこう伝わるといいなと思いながらこう編集しているところなんでございますが、あのねなんだろう、ちょっとごめんね、一人反省会なんだけど、あのショート動画の編集に最近慣れすぎてしまって、なんかね長い動画なのになんかちょっとテンポが早いかなっていう感じになってしまいました。ごめんなさい本当ね。えやっぱ長い動画もまあね、あの今までも一応毎週金曜日は長い動画の日にしてて、まあ一応その何朝ごはんのリアル動画って言ってね、まあやってたんですけれども、やっぱりこういう企画ものをしっかりやらなきゃ私が編集の仕方忘れるなって思いました。いや、やった方がいいよ、楽しかったし。さて今回はクリスマス企画ということで、まあ、ご飯作って、でそんでねプロのカメラマンのサイダーさんに撮影していただきましたが、皆さんいかがだったでしょうかね。楽しく動画見てくれましたか。もうサイダーさんね、ほんとね、あの私今までもこう何もうみんな知ってると思うけど、食べるのも好きだしこう見るのも好きなんです。写真、食べ物の写真とか幸せになれない、うわー美味しそうとかね、もう見るの好きなんですよ。もう食べるのはもちろんだけどね。そうだからこう以前からね、こうサイダーさんってツイッターですごいね美味しそうな写真いっぱい載せられているんですよ。あのご自身で撮られたねあのものとかでね、あのツイッターこう以前からフォローしてて、素敵だな、美味しそうだな、食べたいとかね思ってたんですよ。でそんでまさかその今まで見てたそのサイダーさんがね我が家に来て、でそして私の料理を写真に撮ってくれるっていうね、いやー夢みたいでした、嬉しかった。改めまして写真を撮っていただいたサイダーさんありがとうございました。そしてそして何よりナナナさん、素敵な機会をくださってありがとうございました。それじゃあ最後にみんなでねじっくり写真を見ていきたいと思います。さてもう写真が、表示されておりますが、基本的にねあの料理しているところ、写真撮っていただきましてですね、こちらは私があの出だしの挨拶、しているところの写真になっております。これほんといい笑顔でね、あのみんなには見えてないと思うんだけど、すっごくいい笑顔でね、なんかはい撮ってる楽しそうっていうのでね、あの写真選ばせていただきましてですね、ありがとうございます、素敵に撮ってもらいました。なんかいいね背景、こんななんかキッチンが映っててさ、後ろはほらパプリカとかなんかアボカドとあと実家の柚子があるんですけれども、なんか普通に見てるとねなんともないんだけど、こうやって写真に写るとなんかあなんか素敵じゃんって思いました。こんな感じであの三脚にスマホ、置いてで初めの挨拶、撮ってましたよ。楽しそうなんだよこれ、見せたいわみんなに。では次これですね、あこれ撮れたやつを確認しているとこですね。これもいい眼差しでですね、いい笑顔でやってて、で後ろで彼が料理作っててっていう感じで、なんかすっごく素敵だったんで、ね選ばせていただきました。ごめんねちょっとなんかこう見るとあんま良くないね、申し訳ない。なんかすごい良かったんだよ、なんかこう想像してください、こうスマホのカメラで私がこう録画したものをこう確認している様子をねこういう感じで、YouTube 撮ってるっていうのもみんなにわかるかなと思ってちょっと紹介させていただきました。では次、はいこんな感じで、2人で今回料理してましたが、すごいね料理中こんなんですよ。ごっちゃごっちゃで、これは首にぶら下げてるものがそこら辺に散らばってるので、まあスマホ置いてねちょっと作業しているところになってますね。なんかずっと
首にぶら下げれてるってやっぱりこう疲れてくるんですよね、首がね。なんでだいたいたまにたまに休んで、で映さないところで別のことやってっていう風にやったりとかもしてるんですよ、こんな感じで。でたまに忘れてね、あっやべや撮ってない撮ってないっていう風になったりとかもしたりするんです。今回結構その場面が多かったかなね。いやこんな感じで2人で料理してるところも撮影していただけてもうすっごく嬉しかったです。では次、はい、危ない手元危ない手元ちょっと撮っていただきまして、やっぱ手元の写真なんかね、料理 してるところでね、撮ってる切ってるところっていいですよね。うん、まあ、リンゴ初めの方ですね、リンゴ切ってるところ、写真撮っていただきました。まあいいんじゃないね、 してる感あるもんね。うん、これいいわと思ってちょっと選ばせていただきました。でそしてこれも彼がね、このジャガイモの処理しているところも撮っていただいてですね、いや素敵になんか仕事してますっていう感じしますよね。うん、でなんかこう後ろの方のなんか暗くちょっとしてもらって、かっこいい雰囲気にね、仕上げていただきました。いやいいですね、うん、かっこいい。では次、はい、これもなんかこう動画撮ってる風なのが分かるかなと思ってちょっと選ばせていただきました。こんな感じで、うん、首にスマホぶら下げてね、撮っておりますよ。うん、チーズかな、これはチーズをこう剥いてるところだねチーズ剥いてるところになります。パスタにチーズをこう削ってたと思うんですけど、そこのちょっと前のシーンになりますかね。多分動画内では映ってないんじゃないかなと思いますけれども、こんな風に、ずっと動画を回して撮ってるんだよ。では次、こんな感じ。2人で料理してるところをこうやって撮ってもらいました。これ私パスタ茹でてて、で彼がじゃがいもこんな感じかねみたいな感じでちょっと確認しているところですかね。私が彼の、これちょっとみんなには見えないと思うんですけど、私が彼の手元を見てなんかニコニコしているところです。で彼が私の方を見てこれどうかなっていう、そんな顔している、そんな写真になっております。でこれがその何、彼がこうジャガイモをさこう振り回してる、ジャガイモ振り回してる振ってる場面が多分動画内であったかな、あったと思うんですけど、そこを撮っているところですね。これがまたいい笑顔でね、楽しそうだったんですよ。皆さんにお見せできないのがちょっと心苦しいんですけれども、あ、なんか満面の笑みで2人でなんか楽しくやってんだなって、ちょっと想像してみてください。では次、おお、これは2人でもう目線バッチリで決めて撮ったやつですね。これは良いよ、良いすっごく良かったね。みんなから見るとあんま今までの写真と変わってないって思うかもしれないんですけれども、これも良かったんでね、選ばせていただきました。では次、おお、これはあれだ、私の写真です、私の写真です宣材写真ですね、撮っていただいたので、こちらちょっとね、皆さんに見せようということで、ちょっとお顔の方はちょっと非表示とさせていただいたんですけれども、普段しないエプロンを掘り出してエプロンして、撮りました。いい感じだね、うん、すごくキッチンでね、なんか素敵だな、なんかこう見ると料理できそうな気がするわね、そんな普通なのにでね、これちょっとアップ気味ですかね。うん、いや、いいですわ。あー、そしてこれサイダーさんが撮ってくれた、この、あー、素敵な素敵なお写真。本当ありがとうございます。なんか雑誌みたいだね。このさ、スープの湯気。湯気良くない？あったかそう、いいなぁ。なんかクリスマスってあったかな感じだからね、こうあったかな雰囲気がね、いいなぁと思いました。うわぁ、このなんて言うんだっけ、この前ボケ、前ボケね、いいじゃないでしょうかね。うん、うわぁ、ビールも美味しそういい感じに後ろのツリーもね、やっぱね、小物とかこれね、すごい窓際でちょっと撮ったんですけれども、光大事だね、光と小物でだいぶ変わってきます、うん、これすごく今回勉強になったことで、今まで普通にね、もうなんか私なんだろう、
食べること最優先にしてたからよっしゃーって感じなんで、今回は写真撮ること最優先にしてやったんですけれども、いやこんだけ来れば来るほどいいのがねこうできるんだなってすごい感激しましてですね、もうカメラの設定とか私はいまいちまだねつかめてないんですけれども、そういうのも学ぶ前にカメラの設定も大事だけど、こういうね、なんだろう、小物とそして光の加減、こういったところもねしっかりやって学んだ方がいいんだなって思いました。あー美味しそうだな、うわー美味しそうだな。これサムネにちょっと使わせていただいたやつでしょうかね、うん、これあのお家にあった小物たちをねバーって持ってきて、でクリスマスっぽいものを集めてこんな風に撮ってもらったんですけれども、いやそれでこんな風にしっかり、いやこれクリスマスって感じしますもんね。あーわー美味しそう、ほんと美味しそう、勉強になるな本当にね。なんかあー適当にやってちゃダメだよ、うん、あこんなもんで美味しそうっていつも思ってたんだけど、いや全然違う、こんなもんで美味しそうじゃダメだよって思いました。ちょっとずつちょっとずつねしっかりこうなんだろうねこだわってやっていきたいなって思うんですけれども、やっぱりね熱々のうちに食べたくなっちゃうんですよ熱々のうちに食べたくなっちゃうんでね、なんかどうしてもこうパシャオッケーみたいな感じにしてしまうんですけれども、やっぱり、こうやって写真から凝ってやってみたいなっていうふうに思いました。いやね、あ素敵だな。はい、あそしてこれはね、あの私のカメラで、撮影したものになるかしらね。ね、あ結構いい感じだよ、すごくいいよ。なんか湯気とかないけどね、でもちゃんと教わった通り真ん中決めて、やれたやつですね。あーこれとかも、あーいいじゃん、美味しそうだよ、すっごく美味しそう、綺麗に撮れてるね。わーでもこの子さ、あのさあれなんよ、こうクリスマスツリーっぽくねこうパスタやってみたんですが、これがまた良かったね、うん、かわいいよ、よく撮れてました。あこれも、あこれ前ボケ作って動画内でも紹介したやつね、前ボケ作ってちょっとやってみたやつです。あ素敵だね、いやこの前ボケあるないとでこう奥行きっていうのがなんか出てきますね。うわーこんな素敵にできるんだな、あー美味しそう。あこれは真上からチャレンジしたものですね。あこれで写真最後になりますね。いやー勉強になった、私一眼持ってるんです持ってるんです、持ってるんだけれども全然使ってないんですよ。なのでやっぱ使おうって改めて思いました。でやっぱ光だね、うん、まあ、夜って難しいっていう話をさせてもらって、なんか光の調節具合とかもねこういここの家だったらこうな風にできるんじゃないかっていうのをちょっとサイダーさんから教わったので、ちょっとずつねそういうのを取り入れつつ、うん、なんかインスタとかツイッターとかの方でね写真今日こんなの撮れたよっていうのでいつかできればなっていう風に思ってます。もうちょっとずつ練習だよね、今日こんな写真撮れたっていうのでやってこうかね。ねもったいないもんね、うん、でサイダーさんにちょっと嬉しいこと言っていただいたんですけど、あの窓が大きいからすごくねあの料理の写真が綺麗に撮れますよっていうことであの褒めていただいて、でせっかくねあのあるんだから窓際でねこうやってなんか撮るといいんじゃないかなって私も思ってですね、やろう、毎回は無理だけどなんか、うん、こういう企画の時だけでもねしっかりやりたいなって思いました。美味しそうだもんだって、もうあ食べたい昨日食べたのにまた食べたくなりましたはい、あもうこんな感じでちょっと写真が最後終わってしまいましたが、たくさん撮っていただきましたということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いや、美味しそうだったよ。楽しそうだったよ。伝わったよ。
っていう方、ぜひぜひグッドボタンよろしくお願いします。そしてね、まだチャンネル登録してなかったっていう方、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、今年も大変お世話になりました。来年も引き続きよろしくお願いいたします。それではごきげんよう、バイバイ、チリーン。